MGM-29、MGM-29 サージェントはアメリカ合衆国のジェット推進研究所で開発された短距離弾道ミサイルである固体燃料ロケットで推進し W52 核弾頭を搭載できた MGM-5 コーポラルを更新するために1962年6月にアメリカ陸軍で運用が開始され1963年までに アメリカ国外に配備された。サージェントは後に MGM-52 ランスに更新され、アメリカ陸軍の最後のサージェント大隊は1977年5月に解散した。サージェントはスカウト衛星打ち上げの第2弾として使われ、サージェントから派生したロケットモーターがジュピター C 気象観測用ロケットとジュノアイ打ち上げロケットの第2弾及び第3弾で用された。 MGM-5 コーポラルの前身となったコーポラル E チ対地ミサイル試験機が打ち上げられたばかりの1948年という早い時期にカリフォルニア工科大学のジェット推進研究所はサージェント計画に基づきアメリカ陸軍向けの新型個体推進材ロケットの初期研究を開始した。しかしその成果として戦術ミサイルに実装する目的に耐える固体燃料 ロケットモーターを作り出すことができなかったため、1951年4月にアメリカ陸軍武器化はサージェントの初期研究の終了を指示したが、この研究は個体推進剤技術と最終的にサージェントと呼ばれることになるロケットモーターの開発に大きく貢献することになった。その後も個体燃料ロケット開発はゼネラルエレクトリックの XSSMA-13 ヘルメス A-2 計画で続けられ、インターナルバーニングスター設計による新型ロケットモーターが RVA-10 元気でテストされた。これは燃焼している燃料の表面積が一定になる中心燃焼固体燃料ロケットモーターであり、定常水力を得られる従来の集団燃焼ロケット設計と燃料が絶縁体の働きをするために軽量構造にできる 中心燃焼ロケット設計の両方の長所を合わせ持っていた。1953年中頃には RVA-10 試験プログラムは終了したが SSMA-13 ヘルメス A-2 はキャンセルされた。同時にアメリカ陸軍はサージェントという名前の新型固体燃料ロケット地帯地ミサイルの初に数社の提案を要請し、 1953年11月30日に再び JPL がサージェント研究の継続のための追加契約を獲得した。1954年10月7日にアメリカ陸軍陸戦軍がサージェントシステムの開発を直ちに行うよう勧告したため陸軍武器化はすでに結ばれている1953年11月30日の契約に基づき主契約者を JPL として1955年1月1日からサージェント戦術父ミサイル計画を公式に開始し、レッドストーン兵器省が技術的な管理監督を務めた1954年6月11日に陸軍武器課長はサージェント計画の技術的な管理監督の責任と権限をアメリカ陸軍武器長官防局からレッドストーン兵器省司令官へ移譲する。 計画を発刊している。レッドストーン兵器省司令官は、1955年1月11日に、サージェント開発計画の開始発表し、サージェント計画工兵隊を指定している。また、チオコールケミカル社のレッドストーン事業部は、ロケットモーターの金属部品の設計と、モータープログラムの残りを実行するため JPL の下請けとして、開発に従事した。 この時に正式名 SSMA-27 がミサイルに割り当てられたが、アメリカ陸軍長官がサージェントの軍用性能を承認して IA プライオリティで正式にサージェント計画を確立した1955年6月16日前後に、この命名規則の使用をやめたため SSMA-27 という正式名は短名に終わった。 その後の1958年11月5日には、サージェントミサイルシステムは限定生産として分類が承認された。最初の実験的なサージェントミサイルは1956年に発射され、誘導ミサイル XM15 に指定された。1956年2月の終わりにスペリー、ジャイロスコープ社がサージェント計画の共同契約者として指された。 1956年3月に JPL がスペリーと下受け契約を結んだ時、共同契約の関係は始まった。スペリーはサージェントシステムの設計開発及びその生産の開始を通して JPL と緊密に協力して自由することになっていた。結果として製造契約者であるスペリーはシステム設計全体の実用的知識を持ち、 開発計画の完了直後の武器システム全責任を負う用意ができていた。1960年7月1日、JPL はサージェント計画から手を引き、スペリーユタ社が主契約者の役目を引き継いだ。また、サージェント開発計画は1961年9月28日の最後の研究開発ミサイルの日で基本的に終了した。 サージェント計画は1958年4月1日にレッドストーン兵器省からアメリカ陸軍ロケット誘導ミサイル局に移され、その後、サージェントの装備管理責任は1960年8月1日にアーグマからアメリカ陸軍弾道ミサイル局に移された。1962年6月にサージェントは誘導ミサイル M15 として、 初めて作戦運用展開され、すべての MGM-5 ーポーラルミサイルと交代し始めた。1963年に陸海空軍の名称統一で命名規則の変更に伴い、サージェントの試験ミサイル XM15 は XMGM-29A に、作戦運用ミサイルの M15 は MGM-29A とそれぞれ解消された。サージェントは、 コーポラルと比較して非常に優れた作戦用ミサイルであった。その固形燃料、ロケットモーターはコーポラルの液体燃料、ロケットモーターより安全で信頼性が高かった。固体燃料、ロケットモーターは一旦点火されると燃焼を停止することができなかったため射程は予定された飛行経路のおよそ半分で誘導装置によって展開される。 ドラッグブレーキで制御された。これらのドラッグブレーキは、エンジン水力を打ち消し、ミサイルが地表への弾道飛行経路をたどるきっかけになった。誘導方法も変わり、サージェントは、指令誘導の代わりにスペリージャイロスコープ社の案、DJW-8 完性誘導装置を使用した。これは、対抗策に対する抵抗力を与え、必要とする地上機材を大幅に少なくした。 また、サージェントシステムは、コーポラルシステムより大幅に少ない労力で移動することができ、発射サイトに到達してから最初のミサイルを発射するまでの時間は、コーポラルの9時間に対して1時間未満にまで短縮することができた。サージェントは1962年6月に最初に配備されたが、準備期間のサージェントは満足な支援を得られなかった。 1962年6月30日には、アメリカ陸軍戦術サージェント2個大隊と3つの弾薬補給部隊がなされ、訓練を開始していた。アメリカ陸軍のサージェント大隊は、1963年3月に初めてアメリカ国外に配備され、1964年にかけてマップサージェント3個大軍が西ドイツに配備された。 最後のマップサージェント大隊は1965年から1966年にかけて西ドイツに配備されたが、1970年6月23日に西ドイツの4つのアメリカ陸軍サージェント4個大隊は、倍戦力大隊2個として再編された。サージェントシステムの最後のミサイルは1964年に購入され、 1962年1月から1964年9月の間に全部で7つの陸軍サージェント大隊とその支援部隊が編成、訓練、配備された。その内訳は陸軍戦略軍団の1個大隊、ヨーロッパの5個大隊、及び韓国の1個大隊である。1968年6月27日、アクスファー。 アシスタントチーフ・オブ・スタッフ・フォー・ホース・デベロップメント戦力開発副参謀長は限定生産からスタンダード A に正式にサージェントの再分類を承認した。サージェントの運用を管理していたサージェント計画局はサージェントの配備が始まってから間もなくの1962年8月1日にアメリカ陸軍ミサイルコマンドで活動を開始したが 1969年7月1日に縮小が始まり、1969年9月15日には廃止された。サージェント計画局の代わりに、サージェント備品局が、サージェントシステムのために設立されたが、その部局も1970年4月6日に廃止され、その機能は新設の陸戦特別装備管理局に取り込まれた。1972年から、 MGM-29A は新型の MGM-52 ランスミサイルに更新され始め、1977年5月にアメリカ陸軍の最後のサージェント大隊が活動を停止したが、その後も西ドイツで2年間ランスに更新されるまでサージェントを運用していた。この更新完了をもってすべてのサージェントの運用は終了した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。